愛犬から飼い主に向けられる期待の態度、可愛いけど困る時もある。足元で姿勢よくお座りして待つ。愛犬が足元で姿勢よくお座りして待つのは、あなたに向けられる期待の態度やねん。犬は決して猫背じゃないんやけど、期待する気持ちが強いほど姿勢が良くなるっていう特徴があって、普段よりも背筋がピンと伸びるねん。期待に応えてもらえるっていう自信があるのか、興奮気味でやや荒めなパンティングをすることもあるねん。その期待を裏切りたくない気持ちはわかるけど、応えて良いタイミングなのか、今は応えない方が良いのか、見極めて対応することが大事やで。自らハウスして待つ。愛犬が自らハウスして待つのは、あなたに向けられる期待の態度やで。良い出来事が起こる前には必ずハウスの指示が出るっていうことを知ってるからなんやで。ケージじゃなくクレートやキャリーバッグならお出かけに連れて行ってもらえるかもっていう期待を向けてるんかもな。犬の賢いところは、そのお出かけ先が動物病院かトリミングサロンか、自分にとって楽しい場所かどうかっていうことを見極めることができるところやねん。自らハウスして待つっていうことは、楽しい場所に連れて行ってもらえることを期待してるんやで。こんな時は楽しい場所やと期待させ、実際には動物病院やトリミングサロンやったっていうことがないようにしてあげてな。目が合うとそらす。愛犬が目が合うとそらすのは、あなたに向けられる期待の態度やねん。期待してじっとあなたを見つめてるんやけど、ふと目が合うとスッとそらしたり、近距離じゃなく少し離れた場所からあなたを見つめてるっていう特徴があるねん。期待する気持ちからついあなたの行動を目で追ってしまうねん。でも目が合った瞬間、何も期待してないけどとばかりに目をそらすのは、期待する気持ちを知られたくないからなんやで。こっちもついわざと目を合わせてしまいたくなるやんな。自分の期待する気持ちがご主人の重荷になってしまうかもっていう愛犬からの配慮なんやで。あなたができる愛犬への配慮は、その期待に応えてあげられるときは、もう少し待っててなって声をかけてあげることやから、愛犬の気持ちを汲み取ってあげてな。まとめ。足元で姿勢よくお座りして待つ。自らハウスして待つ。目が合うとそらす。気持ちを表現するのが下手な子もいてるけど、飼い主さんが気持ちを汲み取ってあげてな。